こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。お仏壇の供養処分の、梱包作業が終わりました。こちらがお仏壇で毛布でくるみました。こちらの下の段ボールが、使っていた仏具類、また、もう使わない、お線香やろうそくなどが入っております。で、上の、平らな箱が、大きな遺影です。梱包作業が終わりましたので、これから台車に乗せて車に積み、当店に一度持ち帰ります。その後、供養場所で、お坊さんにお経をあげてもらい、ご供養した後に処分いたします。ありがとうございます。